とにかくあの全力で演じて、皆様、来てくださる皆様、そして応援してくださる皆様に、自分たちの本気をぶつけて、で楽しんで帰っていただければと心から思っています。ここ1ヶ月で、まあ、全キャストとスタッフで、まあ、いろんな思いも織り交ぜつつ、気持ちの入った演技で仕上げてきたと思ってます。とにかくもうやるしかないと思ってます。毎日僕は4リットルの水を飲んで、たくさんお菓子を食べて、天真爛漫に頑張ってきました。そんな慶太郎を一生懸命演じて、皆さんを笑顔にしたいと思ってます。すごいいろいろフォローしてもらって、今回の作品一生懸命やってきました。ぜひ楽しんでください。キュンキュンしてもらいたいと思います。気持ちは皆さん一つで、今まで作り上げてきた、みんなで頑張ってきたものを、皆さんに届けれたらいいなと思ってます。夜の世界をファンタジックに描く、まあ、稽古中から役者含めて、まあ、結構話し合いが行われてました。その分いい、空気感というか統一感はあると思います。10日の、14時から1回で校長と増やして、おはようございます。そして新年明けましておめでとうございます。おはようございます。一条蘭と、チャボですかね。チャボばっかりだね。チャボ、まあ一人なんですけど二人みたいな役をちょっと演じさせていただくんですけども、まあ皆さん言った通り新年明けて一発目、今年辰年ということで、まあ、みんなと一緒に登り竜のように登って、でこうやってねチケットも、完売ということで、まあ、一声増えた感じになりましたけども、とにかく、みんなと協力し合って、意見交換してコミュニケーション取って、お客様を楽しませる作品に今年一発目なので絶対持っていきたいと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しく読んでいただければと。月の女神が愛する人を落としたらない、変わらぬ君で何とかしてくれるって言ったじゃないか。慶太郎、世界ストップモーション。彼は慶太郎。この落ちたの未来からなんて。そう、ああ、信じた。大丈夫ですか。ああ、俺行かなきゃ。女性に声をかける。素敵なお花ですね。一輪いただこうかな。かっこいい。女性なら一度は王子に会ってみたい。だけどガインライズ、ちょっと疲れてしまったみたいで。よかった、びっくりしたよ。驚かせてすみません。どうぞ早くお戻りください。一緒にいたいと思う気持ちに身分や資格などない。1分でできるのってやったらない。あれ、ちょっと写真見せてください。はい。あれ、今もうどこ行った。そう、お願いします。はい、そのままで OK です。はい、一緒に。はい、次どうなんで、大丈夫ですか。低くした方がいいか。今何もつけてないもんね。そうそうそう。王子の羽を脱げなければ。間違えた。脱ぎ捨てなければいけない。今日からお前の名前はジャボだ。どうだ、気に入ったか。名付け親はこの私だ。分かってきた。はい、行きます。太陽が沈む頃、再び太陽が目を覚ますまでのひとときに現れる王子たち。彼らは夢のひとときを癒す夜の使者として人間界に現れる。その情報を聞き出せるだけで、そのだからゆっくり会うこともなく。ナンバーワン
ポストということで、皆さんに負けないような、みんなのキャストに負けないようなオーラと、そして存在感と、演技を引っ張っていきたいなと思います。立ちを取ってスマート座りを取るから、そうですね、先に顔のアップ取らせてもらいたいんですけど、で、座りを取りますよ、はい、そうですね、はい、とりあえず、あ今アップだけ取ってくださいいらっしゃいませ、神風とわ役の平野亮です、ということで、今回はホストの役をやらせていただきます、ただですね、作品はファンタジーの要素がありますので、かなりポップで見やすくなっているかと思います、はい、ちょっと一回だけチェックはい次は最後ですはい、OK ですはい、もう一枚いきますはい、どうぞ、はい、お待ちください本当に人間味あふれるあのヒューマンドラマというので本当に現役の方々が見に来られた時にまあ本当にああこんなもんかって思われたらそれは自分たちの仕事としてちょっとプライドが許さないのでとにかくそこをしっかり演じてまあ極力見せれる部分が見せてくれたらなって思ってるんで、まあ、こんな経験ね本当滅多にできないんで、うん、精一杯今年2012年一発目しっかり演じたいと思います。どうでした？大成功。すぐ逃げた。そうそうそう。それから亀の。のろすけ。あいつは死んでんのかわかんないけど、すっげえのろのろした動きをするね。そう。おい。これが。のろすけ。怖かったんだけど。のろすけどこ行った？おい。ダメだよ。ラケットの話も出そう。だからさ。行きました。酒井は俺の親友だったんだぞこの野郎透明なことです相手がどんなお方であってもで、その後が結構動きづらくてグーンやられて、ちょっと、まあ、やられてあー、今日は入ってくるんだこれで、ヤンパーがここにいてこれ、これ、これだけこれ、こういうことで一番できたら、その後、互換していただいてはい、どうぞ。これはじゃあクリームティラミス。はい、行きます。よーい、スタート。カットカットカット。今日とかじゃなく、もう顔合わせもしくはその台本に目を通した時から、もうテンションというか、はい、やるぞという気持ちは。もちろんありましたし、まあ、日に日にやっぱり皆さんとコミュニケーションを取るうちに、まあ、どん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 増してる感じですね。はい、ちょっとずつ仲良くなって、役に対してもいろんなことを、ね、考えられてるので、すごくみんないい子たちばっかりなんで、だからすごい恵まれてますね、そういう部分に関しても、はい、周りに。はい。だから、あなたからの愛は。かわいいねってお得だねってこのお得め愛キャッチこの笑顔がかわいいよねじゃあ俺も笑っちゃう俺も笑っちゃうかわいい俺たちサンデアズねー無理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 なんでなんでサンデアズねそんなにやるあ、君を探しに行こうぜ行かなくていいのかなお兄さんあそこ見てたのどうだ何やの全員じゃないかお前が見かけねえよ。お前どうした僕が言うの？だし、なんて言ったって無敵っぽいし言うことないっしょ。男なら誰だって憧れますって。そんな簡単な考えでホストが務まるわけないだろ。だからどうやったらかっこいいホストになれるのか聞いてんだろ。お付き合いいただけますでしょうか。
る。夢は見ることも手に入れることもできるんだよ。受け止めて思い続け愛は空。じゃあ早く行ってというきっかけで、早く行ってというきっかけで動く。慎重に行こう。アフの手が回り始めてる危険性があると考えておいた方がいいだ。しかし車が、どうした？俺ちょっと外見てみます。なんで救急箱お願いします。わかりました。俺が頼んだのに。君の情報信じてたよ。坂根うるせえよ。てめえらが取りたんだろうよ。二度と近づかせない。だけどその後に何者かがゆり子さんに近づき、ゆり子さんはその男と姿を消した。今もうちょっと前と、あの、ミラーあるかな、割と聞こえない。うん、ああ、ただ、そう、あ、じゃあ、M を上げていただいてもよろしいですか。はい、了解。すいません、ある程度わかんない、見てたんですけど、うん、さっき、花火が落ち落ちて、うん、でだから、狙われたアム、そしてユアゼンジャーの危機だ、そしてつぐみさん、あなたも、って言ったら、アムがつぐみさん大変な事態に巻き込んで、すまない。すまない。っていうのが1個入ります。その後に、リッチ島大学に入れてください。いいですか。はい、じゃあ同じところからお願いします。悪の使者と呼ばれていることも真実。はい、はい、スタッフに入ってください。はい、明日の時間ちょっと今後また楽屋にお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。芝居に入っても嫌いになれないって。嫌いになります。序盤はレイラとケイタロウは本当は仲が悪いんですよ。超仲悪いんですよ。なのに全然嫌いになってくれない。嫌いになりきれないんですよ。なります。ダメな本番イケネプロからなります。どんな手段なら言える。頑張ります。ではでは。それで多分もうベストあるから、そのベストを知っておかないといいけど、俺何かな、ナンバースリーです。でもでもでも僕オンリーワンです。それはもう男が考えて、これもここを消しとく。でもこれ早めにどうせまあ、それぐらいだったら大丈夫。大塚さん、今回部下さんがちょっとあんまり良くないっていうんで、それで OK。 見上げた夜空に輝く
小さい時から。僕らでーす。おーい、早く早く、おーい。初日を迎えることができます、それもこれも皆様の支えがあったからだと本当に心底思っています。とにかく自分たちはまだまだ未熟でサポートが必要なものばっかりです。なので皆様の温かい声援というかフォローで自分たちはどん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 成長できればいいなと思っていますので、今後もよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。プロ終了しました。いいですね、無事。いや、なんとかっていう感じで、とりあえず、ゲネプロで確認できることができたので、これから初日で、たくさんのお客さんが入ると思うんで、そのお客さんたちを笑顔にハッピーにできるように頑張ります。お疲れ様です。先生からいくらいただいた。マジ？ご飯食い終わったやつがいるんです。全員でお辞儀して、後ろの人たちが前に出てきてお辞儀して、前の人がハゲてまた俺らだけでお辞儀して、で最後大ちゃんが落ちて、多分ゲネでこんな業務ってそんなないと思うんですよね。大体結構そうそう、半分とかってほとんど座ってましたよね、なので、本当にそういうのに感謝っていうのと、なんか本番さながらに、お客さんが入った状態っていう、同じぐらいの状態でできたっていうのが、多分みんないい経験になった、自分も含めてみんないい経験になったんじゃないかなと思うんで、これでまた、今以上のね、ものを初日に皆様にね、来ていただく皆様に見ていただければと思っていますので、とにかくもうやるだけです。何も考えずに、とにかく楽しんで帰っていただければそれだけです。ありがとうございました。インにカーテンパネルが入ってましたが、これはなくなりました。これやった方誰？一斉のアチ。これなくなりました。なくなったんですね。スタッフの皆様、今日初日やります、全力でやりますのでよろしくお願いします。お願いします、はい、これということはとにかく怪我なく楽しんでやりましょう。はい、やりましょう。それだけです。声出していこうね。はい、行こうね。じゃあとにかくいい緊張感を持って楽しんで、みんな仲間なんで頑張っていきましょう。はい、行くぞ。Thank you.
分